人は文字に心を託してきた。生き生きとした文字を生み出すための道具、硯、墨、筆、紙を書道の世界では文法四方と呼ぶ。中でも硯は手入れさえすれば半永久的に残っていくことから、独特な位置を占め、美術品としての鑑賞にも耐える。硯は新石器時代に中国で誕生したと言われている。はじめは自然石や陶器など様々な材料で作られていたが、やがて石を削って作る硯が主流となり、現在の我々が知る姿になった。その後、室町時代には日本でも作られるようになり、硯の産地は全国に広まった。その形は様々。彫刻が彫られたものや、石の形をそのまま残したものまで作られている。さらに古い硯は古剣と呼ばれ、修理や修復を加え、持ち主を変えながら愛用され続ける。硯の表面は一見滑らかだが、触れてみるとごく細かなざらつきを感じる。この微細な凹凸を方々と呼ぶ。質の高い硯で墨をすると、この方々によって力を入れずとも水に墨色が広がり、きめ細かく伸びの良い墨がすり上がる。書家はこのような状態を、よく墨が降りると表現する。優れた硯は姿形だけではなく、このすり味の良さが決め手となる。東京浅草宝剣堂、昭和の初めから文法四方を扱う書道専門店である。ここに硯作りの伝統を守り続ける若者がいる。青剣師青柳隆、35歳。青柳さんは硯の製造調整鑑定など硯に関する仕事全般を請け負う。一度硯は作ってしまったら、破壊しない限り残るんですね。作ったということはそれに責任を持たないといけないですよね。後の世に残る分、手が抜けないのが硯作りだという。隆さんの師匠は父でもある青柳明義。明義は硯発祥の地中国で技を学んだ先代康雄氏から技術を叩き込まれた、この道50年の名工。今も年に数回中国を訪れ、硯の原石や古剣の入手に余念がない。隆さんはその長男として生まれた。高校時代から祖父康雄氏から硯作りの手ほどきを受け、いつかは家の仕事を継ごうと考えていた。隆さんが大学3年生の頃、康雄氏が病に倒れる。その病室で、これ呼ぶんですよね。硯の彫り方を教えようとするんですよ。そこにあるそののみを取ってくれって言うんですよね。祖父の姿に隆さんは一日でも早く仕事を覚えたいと感じ、大学を中退、父明義に弟子入りを申し出る。以来14年の日々を修行に明け暮れてきた。その隆さんが今大きな仕事に挑もうとしている。これが老工っていう石なんですけど、非常に優れてる建材として、あれですね、珍重されてきてるものなんですけど、その手触りが赤子の肌に例えられるほど、しっとりとして滑らかな原石、老工。数百年前中国で発見され、硯の材料として使われ続けてきた。この後、貴重な石を使って硯作りが始まる。墨色も鮮やかな文字を表すために不可欠な硯。台東区浅草
宝剣堂。ここに硯作りの伝統を守り続ける若者がいる。聖剣士青柳隆。彼の仕事を高く評価する人たちがいる。書道の歴史に関しての著書も執筆している高橋敏郎氏もその一人だ。宝剣堂の彼らの仕事というのは非常にいい仕事をしてくれますよね。こう人柄が勝ちすぎない、人物、特定の人物が勝ちすぎないっていうのも職人の優秀性だと思うんですよね、黒子に徹することができる点で優れてる面もあると思います。師匠青柳昭雄氏とともに自分の技を誇示することなく石の魅力を最大限に引き出すことができる数少ない職人だという。優れた硯は石そのものを生かしたデザインに加え墨をする時の実用性が最も重要である。力を入れずとも水に墨色が広がりきめ細かく伸びの良い墨がすり上がる。書家がよく墨が降りると表現するこの心地よいすり味の決め手となるのが素材の石である。この石で硯を作りたいと思います。今回高橋さんが手掛けるのが中国広州で採れた老鉱という希少で高品質の石。師匠青柳昭雄氏は老鉱をこう語る。模様もねすごくこう綺麗ですし、でなおかつ墨がすごくよく降りるんですね。それもただ粗くよく降りるんではなくて細かくよく降りる。昔からその、中国のそういう文人だとか皇帝だとかもその老鉱の硯をこう探し求めたわけですね。表面には一見しただけではわからない凹凸、方棒がある。この凹凸がよりきめ細かく粒が揃っているほど滑らかで伸びの良い墨が出来上がる。老鉱は石の密度が高いため方棒が減りにくく立ちやすい。こうしたところから数百年もの間使われてきた。手をつけてしまうのがもったいないほどいい石なんです。高橋さんは7年間この石に手をつけられずにいた。その惚れ込んだ石にいよいよ硯として命を吹き込む。ずっと頭に描いてきた姿を原寸図を描いてどのように仕上げるのかを決める。硯のデザインは多種多様、繊細で華麗な彫刻を施したものからシンプルに機能性を追求したものまで作り手の感性に委ねられる。今回の原石はやや丸みを帯びた形だ。天然のこの自然美っていうものに手を加えて高いレベルの数字に仕立ててあげたいですよね。原石の形を極力残そうと彼は考えている。やっぱりここ持てないとあれだな、指触りがどうかなっていうのをこう持った時に、硯を持った時にどういう手触りになってるかっていうものも考えて、さまざまな要素を考え抜いてからでないと作業に入れない。石は一度削ってしまえば元には戻せない。とりあえずこれでやってしまおうかって言った時のは大体ダメですね。熟考を重ね、そして、これでいきましょう。考えがまとまったようだ。まず石を置いた時に安定させるためガラスに貼り付けた耐水ペーパーで表面を削る。どんな硯に仕上がるのだろうか。日本の伝統文化を未来に残そうとする若者がいる。書道に不可欠な硯を作り続ける職人、聖剣士青柳隆。彼は硯石として最高の老鉱を前に
どのような硯に仕上げるか思い悩んでいた。一般的な硯は長方形をしている。炭をする木道といわれる部分と、それを貯めておく木地からできている。しかし古くから硯は様々な形で作られており、中には木道だけの鍵盤といわれるものまで。これでいきましょう。7年間温め続けた石の設計が決まった。いよいよ掘りにかかる前に石の水平を整える。耐水ペーパーをガラスに貼り付け、石の表面を削る。どれだけ削っているかは手に伝わる振動と石から出る研ぎ水を見て判断する。これで大丈夫です。水平出しが終わった。材の特徴的な色ですね。続いて混合砂という研磨材で石の側面を磨きに入った。描いた完成図をもとに側面を削るのだが、これは欲しいんですよ。欲しいんで。わずかに欠けたようなこの部分は自然が作り出した造形なので、硯に味わいを与えるため残したいのだという。欲しい部分は残して側面も落とすということですね。残したいところにはもちろん混合砂を当てない。大自然が生み出した石に少しずつ道具としての命を吹き込んでいく作業だ。これは以前に作り上げた木地がない鍵盤。ほんのわずかだが自然の石の姿が生かされている。側面出しが終わった。ギリギリのところで石の姿が残されている。そして掘り始める前に設計図を見ながら直接下書きをする。この時大事なのはもう掘っている気持ちでいるっていうことなんだと思うんですよ。石は掘ったら元には戻らない、そう思いながら下書きを進める。再び下書きを書き直す。そして高橋さんがのみを手にした。掘りが始まった。使うのは先端に硬い金属が埋め込まれた硯専用ののみ。この削り粉見てると分かりますけど、細かいですよこれ。削った粉が細かいのは良い硯石の証。今掘っているのは炭をする木道といわれる部分。徐々に石の中から硯の形が現れてくる。だがこの後、高橋さんの手が止まる。日本の伝統文化を次の世代に残そうとする若者がいる。成剣士青柳高志。今や入手困難となった老工材料に硯作りを進めている。削って出てくる粉が非常に細かい。粒子が細かいのが
良い石の証だ。時折自分の判断に間違いはないか手を止めて確認する。完成の姿を頭に描きながら、この日工房には遅くまで明かりが灯っていた。原石の掘りが進み、炭をためる牧地も大まかだが形になっている。しかし今日の隆さんは掘りを始める様子がない。これ昨晩一度掘ったところを平らにしてみて、やっぱり鍵盤っていう形が一番しっくりきたんです。牧地のない鍵盤っていうのが絶対に、これは鍵盤うまくいくんですよ。鍵盤とは炭をためるくぼみ、いわゆる牧地のない硯のこと。少量の炭で書くときに使われる。鍵盤にしようか牧地のある硯にするか結論が出ないのだ。ここですよね。よし、決めました。結論が出たのか、隆さんののみは休むことなく動き続ける。思案の末、やはり牧地のある硯にするようだ。削りながら石を撫でるのは硯の手触りを確認するため。ここで再び手が止まった。これ難しいですよね。彫刻を、やっぱ彫刻っていうのはすごくね便利なもんで、そこから頭にかけてしてしまえばうまく形にはなるんですけど、今回主役にしたいのは石ですから、彫刻の方とかには目がいかないように。彫刻をしないと決めているが、石の良さを見せるには全体をどうまとめるか決めかねているようだ。ようやく掘りを始める。掘っているのは縁の部分。このあと中心部分をわずかに削り、緩やかな傾斜をつけることによって縁がなくても炭はこぼれない。縁をなくすことで石の肌を広く見せ、鍵盤のような硯にしようと考えたのだ。掘りを終えた隆さんは、綺麗すぎる硯って隙がない硯に見えるんですよ。ある程度跡が残ってたり、こういうふうに作ってたんだなってのが分かるような、そのぐらいのもので仕上がっていたものがあったりしますよね。そうすると使おうと思えるんですよね。今回の硯は少し隙を作って使ってもらえるものにしたいという。掘りを終えた硯を磨きにかかる。横に走るのみの後、何種類もの研磨剤を使い磨き込んでいく。でここばっかやってるとここは減っちゃいますから、少しだけ浮かすんです。ここを手に伝わるざらつきと音でどれだけ磨けているのかを判断しているのだ。ロウコを使った硯、完成は近い。日本の伝統文化を未来に残そうとする若者がいる。硯を作る職人、成建師青柳隆。隆さんは父明夫氏に弟子入りをして今年で14年になる。仕事を始めた時にある時から父と思うことをやめようと思ったんです。その方が教わりやすいんですよ。身内ってのはやっぱり甘えてダメなんです。
蝋香を用いての硯作りは終盤の磨きに差し掛かっていた。これ磨きってね、気抜くと本当ダメなんですよ。気を抜くと手かけちゃいけないところにかけちゃうとあっという間に減っちゃうんですよ。のみの彫り跡を磨いているのだが、磨くことで彫った線の印象を変えてしまってはならない。美しい線で作られた硯は見ているだけで心を和ませる。幅1センチに満たない墨池の中まで丹念に磨きをかける。そしていよいよ墨堂にきめ細かな凹凸方棒を立てる。方棒は墨のすり味を決める重要な部分。これには専用の泥砥石というものが使われる。浸して軽く水を含ませる。これで研いでいくと泥粉が出てきますよね。石の粒子よりも細かい茶色の泥粉によって石の柔らかい部分が削れ硬い粒子が残っていく。これでもって方棒が立つんですね。方棒が立っているかいないかは指の感覚でわかるのだという。この方棒を特殊なカメラで撮影してみると、これが一般的に使われている硯の方棒、そしてこれが蝋香の方棒。明らかに蝋香の方が細かい突起がまんべんなく点在している。この後色を落ち着かせるため薄墨を塗っては拭き取ることを数回繰り返し、さらに硯の強度を高めるように漆を数回塗っては拭き取る。そして乾燥を待てば全ての作業は終わる。ついに蝋香の硯が完成を迎えた。柔らかながらも凛とした曲線、その上に佇む三日月型の墨池、側面はあえて残した天然の石の肌と人の手によって作られた造形が見事に調和している。父であり師匠である秋吉はどう見るか。意外といいんじゃない、これ。こうモダンな感じでね、ここら辺がいいよな。なんかあまり今まで高志こういうの作んなかったから、ちょっと違う雰囲気でいいんじゃないかな。どういうふうに掘っていったらいいだろうか、どういうふうにこの石を処理したらいいだろうかっていうところはもうたくさん作業していかないと体で覚えていくしかないんでしょうね。祖父の手伝いから始まり、最高の材料を使いこなすまでに、祖父の思いを受け継ぎさまざまな硯を生み出すだろう。明日への扉を開け、また一歩夢に近づく。